うむ、絶対そうに違いない。影持ちとあいつは。お互いに好き合っている。そうとなればこの影家、あいつらの仲を取り持つために一肌脱いでやろうではないか。まずは影持ちの方から探りを入れてみるとしよう。影持ち、お前最近気になるものはいないか？そうですね、やはり武田の動きが気になります。武田？いや、俺が聞きたいのはだな。ああ、伊達の動きにも注意が必要ですね。またいつ我々の隙をついてくるか。だからそういう意味ではない。え？何を怒っているのです？君の言いたいことがよくわからないのですが。俺がしているのは女の話だ。はい。お前、気になる女はいないのか？いるだろう。何のお話ですか？だからお前とあいつが、あ、いや、これは俺の口からは言えんが、どう言ったらいいものか。おお、ひらめいたぞ。お前、誰かと付き合う気はないのか？はあ、今のところあまりそういうことは考えていませんね。戦も多いですし、色恋にかまけている暇は。なんだと？それでは困る。え？なぜですか？なぜと言われても、その、まさか自覚すらしていないとは。これは少しばかり強引な手を使わねばならないかもな。影家、さっきから何を？言ってしまいましたね。結局影家は何が言いたかったのでしょう。おお、また本を読むのか。しかしお前一人でそれを運ぶのは酷だろう。よし、俺に貸せ。何のこれしき、気にするな。な、あれは影持ち。影持ち、なんと間の悪い男だ。いいか、あれは違うんだ。影持ちはお前を、その、なんと説明したらいいんだ。も問題ない。俺は十分落ち着いている。とにかくだ、俺が知る限り影持ちにとって特別な女はおらんからな。安心しろ。いろいろと試してはみたが、どれもこれもうまくいかないな。影持ちとあいつの仲を深めるには一体どうしたらいいのか、全く見当がつかん。今回ばかりは影持ちに頼るわけにもいかないし、さてどうしたものか。あれ、影家さん、難しい顔してどうかしたんですか？いつもの怖い顔がさらに怖くなってますけど。何か悩みとかあるんですか？影勝様と兼継ぐ。はあ、そうか、あいつと近しい仲の者に意見を聞けばいいのか。影家さん、実は二人に聞きたいことがある。男女の仲を取り持つにはどうすればいい？は？男女の仲。そうだ、ぜひ教えてくれ。そんなこと急に聞かれても困るというか、まあありきたりだけど、二人でどこかへ出かけるとかですかね。あとは
贈り物をするかな。ほう、なるほど、その手があったか。感謝するぞ、影勝様、兼継。そうと決まれば早速実行に移さねばな。よかったのか、あれで。すごい当たり前のことしか言ってないんだけど。うん、だよね。影家さん、何するつもりなんだろう。つまりは影持ちとあいつを二人で城下に出かけさせて、あとは贈り物をさせねばいかんな。贈り物を、かんざしでいいな。よし、影持ち、これから買い物に付き合え。買い物ですか。いいですけど、わざわざ俺を誘うなんて。何を買いに行くんです。かんざしだ。かんざし？誰かに送るんですか。お前が送るんだ。はい。あ、いや、とにかくだ、これから城下で待ち合わせだ。いいな。二人で行くのなら別に待ち合わせなくてもいいのでは。うるさい、待ち合わせると言ったら待ち合わせるんだ。いいな、必ず来い。おお、ここにいたか。影持ちが城下に来てほしいと言っていたぞ。とにかく城下に行くんだ。え、あ、それはだな、上杉に関わる重要な用事だからだ。分かったら城下に行け、今すぐにだ。よし、ここからなら二人に見つからずに様子を伺えるな。影持ちは恋愛をする気がないようだからな。二人の仲が進まぬようなら俺がきっかけを。ん？待てよ、恋愛のきっかけを作ると言っても一体何をすれば。わあ、いや、別に隠れていたわけではないぞ。というか影持ちはどこだ。あいつと待ち合わせのはずだろう。なんだと？そんなこと聞いていないぞ。影持ちが来られないのでは意味がない。またの機会にするか。帰るぞ。いや、あれはお前と影持ちを相引きさせるための口実で。あ、そうではなく、そのだな、確かにそうは言ってたのだが、うん、わかった。しかし影持ちはなぜ来なかったんだ。